発電所の作業はまず裸になることから始まります。職場別に色分けされた作業衣、帽子、靴下に着替えなければならないからです。放射能の拡散を防止するため、このチェンジルームでは厳重な注意が払われています。原子炉の製作会社から派遣された外人技師の顔も見えます。敦賀発電所は現在年1回の定期検査中。発電は中止され、原子炉の蓋を開けたり発電機を分解したりするために500人余りが増員され、昼夜健康の交代作業。